あの時は辛かったです。リーマンショックでリストラになった時はもう仕事があれば何でもするみたいな。最初はグー。二度のリストラを経験して天職に巡り合いました。なんでやその人釣りたんじゃ前にな、三兄弟って言われたことあるやからの正義さん、64歳、大阪府堺市、知的障害のある男性4人が暮らすグループホームで働いています。北野さんはキーパーという職種です。午後3時ごろから勤務して翌日の午前10時まで入居者のお世話をします。夕方、ホームで暮らす人たちが勤めている作業所から帰宅します。はい、お帰り。ただいま。お帰り。お願いします。この日は今年初めての顔合わせでした。まず挨拶しようか。はい、はい、改めて明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。作業所で焼き菓子を作っている土屋さん。土屋きょうだい、よろしくお願いします。ちょっとひげちゃんと挨拶そらなあかんね。ほんまに。福祉事業所が営むレストランで働いている松村さん。はい、おかえり。今日仲間同士で喧嘩しとって。まだで喧嘩してた。めっちゃ大喧嘩しとって、もうめくそやった。もう書いてないで。身だしなみの注意をしたり、話に耳を傾けたり、一人一人に向き合います。ここの歯だけ、なんかここの歯だけ、ここか。親から独立してこのグループホームに住む4人は皆知的障害があり、それぞれ困難を抱えています。キーパーの仕事の柱は入居者の体調や薬、お金の管理です。変えてきてるので、中心前の土屋さんと小田さん。入居者4人、それぞれの薬を間違えないように北野さんが手書きでマニュアルを作りました。で、まあ、あの野村さんの場合はこの写真も撮って貼っとけばもう見た目でも分かりますでしょう。また食事や体温、排便の有無などを細かく記録し、キーパー同士が互いに確認、体調の変化に気を配っています。そしてもう一つ、仕事の柱は家事全般です。福祉事業所から届くおかずを盛り付け、汁物は手作りしなければなりません。炊事とか、いやいや、炊事は一切しませんでした。やっぱりこうできないとダメじゃないですか、うん、だからあの子供実験台でね作って、で美味しいかって言って美味しいって言うたら作るし、ご飯しますよ、うん、夕食は午後6時。はい、いただきます。いただきます。あ、誰だ。4人のうち2人が間もなく誕生日を迎えます。ダイヤモンドかな。梅木君、誕生日プレゼント何がいい。電車。電車か。はい、
五ダイヤのついてる腕時計がいい。来た来た。なんで、奥さんに買ってもらいや。誰に？奥さんに。奥さんに買ってもらいや。とても手の届かないプレゼントの話題が続きます。突然言わせてくれる。夜。最近体重が気になる入居者の健康をサポート。17、16、15、14、13。このホームは3人のキーパーが担当し、代わる代わる宿泊しています。あ、まっちゃんおやすみ。まあ、そろそろ連携しましょうか。福祉の仕事に就くまでは、障害のある人と接点がなかった北野さん。以前は建設会社のサラリーマンでした。しかし、バブルが崩壊し、44歳の時、リストラに遭いました。ほぼ1年間仕事なかったので、うん、面接もしてくれなかったです、あの時ね。あの時は辛かったです。もうすごい辛かったです。次に就職した会社も、リーマンショックで業績が悪化。53歳の時、2度目のリストラに遭いました。そんな苦しい時に声をかけてくれた人がいます。おはようございます。おはようございます。福祉の事業所で働く秋山さん、北野さんをこの仕事に誘いました。真面目だったし、もう本当にきっちりする、してくれるだろうなっていうのと、その中で面白いところもあって楽しませてくれるんじゃないかなっていう素質を見出してた。そうやね。2人は大阪府立富岡高校の同級生。仲の良いクラスで、卒業後もたびたび同窓会で顔を合わせていました。で、電話かかってきて、北野くんね、ちょっとこういう仕事あるんやけど、ちょっとしない？とやってくれるんならありがたいなと思いましたね。深刻な人材不足にあえぐ福祉業界。秋山さんが勤める法人もキーパーを含む多くの職種で人手が足りません。月に一度のアルバイトからスタートして、53歳でキーパーになりました。働き始めて知ったのは、障害者の親が抱えている不安です。自分がもう亡くなったら子供は一体どないなんねんっていう、そういう不安はグループホームに入ってても多分親御さんってはあると思うんです。もっと若くて元気やったらずっと働きたいと思いますよね、うん、あ、冷えそうやな、ごめん。どうぞ。冷えパラパラ落ちるから。この仕事について、人を支える喜びと難しさを感じています。これでどう？だいぶ、ちょっと残ってるから手伝うわ。一対一みたいになって注意したりとか、お互いに睨むこともありますよ。そうなんですか。でも最後にね、日記ライヤーとかそんなんで怒ってんちゃうよって言って、心配して言うてんやでって、うん。はい、はい、せーの。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。先月末、1月に誕生日を迎えた2人を祝いました。
あ、やった。プレート倒れた。ひろかずさん。はい。この11年、4人を支えながら年を重ねてきた北野さん。はい。はい。最初はグー。今年65歳になり、来年の春定年を迎えます。はい。カリトマンジュと。どうなるんでしょうね。泣くでしょうね。きっと。はい。泣くと思いますね。定年がないとしたら、うん、何歳ぐらいまでやりたい。僕は70ぐらいまでしたいですね。僕は働かないと多分ダメやと思うんです。動いてないと、はあ、だから70ぐらいまでは働きたいなと。リストラの果てに巡り合った人たちに寄り添って生きていきたいと思っています。